こんにちは、レオです。今日は Nothing Ear 2を一足早く使う機会をもらったので使用感をお届けしていきたいと思います。今回僕にとっては実は初めての Nothing 製品です。これまでの印象を振り返ると、まあ、旗から見てた感じだった Nothing のプロダクトってなんかそろそろ Apple 飽きてきたなみたいな人とか、あと Apple のコンセプトは好きだけど個別のプロダクトはちょっと気になるところがある、好きになれないみたいな人をもうがっつりターゲットして作られているっていう感じがします。で、イヤホンもスマホもそれぞれ AirPods と iPhone をゴリゴリに意識した外観デザインで、でも分かりやすく違いを持ってくるためにスケルトンにしたりとか、あと逆に細かいチューニングを入れてオリジナリティを出そうとしてると、そんな模索をしているブランドの印象です。で、僕は普段 AirPods Pro 2を使っているので、自分にとってどっちがいいんだろうとか、あるいはこういう人にとってはこっちの方がいいんじゃないかなみたいな視点でご紹介していければいいなと思っているので、よろしかったら最後までお付き合いください。それではこちら開封していこうと思います。今回箱はねこんな感じですね。特に僕に届いたやつはビニールとかもなくて紙がパッケージになっているんですけど、プロダクトが大きくデザインされたパッケージで結構かっこいいとは思います。で、こう下をピリピリと破りながら開けていきます。とこんな感じね、本体登場です。はい、まあかっこいいですね。見た目からしてもう Nothing ってこれだねっていう感じがします。スケルトンで中身も見えていて、中もまたスケルトンみたいなね、もうブランディングが確立されてますよね。非常に素晴らしいプロダクトデザイナーだと思います。で、これに加えてイヤーティップスが SL こんな感じで入ってて、 M と合わせて3種類入ってますよっていうようなパッケージです。で、あとタイプ C のケーブルも入ってるんで、内側が布っぽくて、その外側にゴムの、まあ、カバーがあって安心感もあるという、ちょっと変わったケーブルにもこだわったデザインを使ってるなというふうに思います。で、早速外観デザインから AirPods とちょっと比較していこうと思うんですけど、 Nothing Ear 2のケースは高さと幅が 55.5mm、 そして厚さが 22mm、重さが51.9g です。で、一方の AirPods Pro 2は高さが 45.2mm、幅が 60.6mm、 厚さが 21.7mm、 重さが 50.8g です。で、これケースで比較すると高さと幅を合計した長さがほとんど同じで、あと重さもほぼ同じです。やっぱりね、めちゃくちゃ意識して作られてるなというふうに感じます。分厚さは若干 Nothing Ear 2の方が分厚いかなという感じですね。そしてイヤホン本体の方なんですけど、 Nothing Ear 2の方は片耳で 4.5g です。で、一方の AirPods Pro は片耳で 5.3g なので、まあ、若干こっちの方が軽いっていうような感じです。で、耳につけてみたいと思うんですけど、左がこうで右がこうね、まあ普通ですね。AirPods みたいなつけ心地だとは思います。今つけた瞬間の気持ちで言うと AirPods の方がより軽くて、軽さというかその見つけやすさみたいなのはあるんですけど、これちょっと慣れの問題も大いにあると思うので、逆に言うと Nothing Ear はここをちゃんとホールドできる感じがあって、それはそれで好きかもしれないですね。耳につけるとこんな感じです。どうでしょう、透明の感じよく見えてるでしょうか。で、僕結構大事なのがイヤホンってポケットにどういう風に入るかなんですけど、 AirPods Pro 2はいつも僕前ポケットにこういう風に入れて、でもほとんど気にならないっていう良さがあります。もう本当にここら辺の気軽さが AirPods の最強なところです。一方で今回の Nothing Ear 2は入れると、ちょっとねでかさを感じます。さっきちょっと言ったんですけど、若干分厚いんですよね。あと結構角張ったプロダクトのこのデザインになってるケースの、だからなんかポケットに入れた時にやっぱりここにあるな感は感じますね。もうこっちはね何にも感じないですよね。あ、でもまあ触ったらある、よし大丈夫。でも普通にしてたらこうあんまり感じないみたいな、ここがいいんで、まあ Nothing はそこまで Nothing ではないなという感じはしますね。ただこのケースのデザインは本当やっぱ持ってみると
ちゃんとこだわ、めちゃくちゃこだわって作られてるなってところで好印象ではありました。で、今日はちょうどね、新幹線移動がある予定なので、その新幹線の中でノイズキャンセリング機能とか試してきますので、その様子をちょっとご覧いただきながらボイスオーバーで感想をお伝えしたいと思います。ノイズキャンセリングはざっくり言って AirPods Pro 2の方が2倍はノイズキャンセリング性能が高いかなというふうに思いました。新幹線の走行の音とか車輪とか風を切る高い音とか車内のいろんな音が圧倒的にカットされる感じがあります。あとノイズキャンセリングをオンにした時とオフにして外音を取り込んだ時の差がかなりあるのが AirPods Pro 2だと思いました。 AirPods Pro 2の外音取り込みのエンハンスが強力ってこともありますし、それでいて自然ですし、とにかくこの辺りの処理に関しては Nothing Ear 2を使うほど AirPods Pro 2の凄さを実感するということになりました。で、このタイミングで言うのも変ですし、最後にも言うんですけど、ここまで来て価格を見てみると Nothing Air 1って今2万円弱で AirPods Pro 2と比べると倍の価格差なんですよね。だから僕まだ2の価格知らないんですけど、比較自体がアンフェアなのかもなということをここら辺で感じ始めました。最後にもこの辺分析します。音質をちょっと聞き比べてみていたんですけど、どんな感じかというと、まあ率直に言うとね、 AirPods Pro 2がすごくまろやかで深みと奥行きがあるような印象の、まあ僕すごく好きな音質なのに対して、 Ear 2っていうのは軽くてシャリシャリしてて、音質的には正直好みではないなというふうに感じました。あとなんか耳につけた瞬間にこうピピっていう音がしてね、ちょっとこうなんかピピって言うんだけど、なんかすごく音が詰まったような音がして、まあこれはソフトウェアでなんか治るかもしれないですけど、若干耳障りだなというふうに思いました。で、話戻して、音のプロじゃないんで、なんていうか、客観的などれぐらいのことですっていうことをすごく言うのは難しいんですけど、まあ、あくまで好みなんですけど、AirPods Pro 2の音質が僕にとって10だとすると、Ear 2はまあ6くらいかなというような印象でした。はい、マイクテスト。現在 AirPods Pro 2の音声を聞いていただいています。いかがでしょうか。Nothing のコンセプトの特徴として、まあ何もないような感じで、Nothing みたいな感じで使えるっていうのが、まあ一つ特徴だとすると、出会ってほしいとすると、まあ、仕事の時とかもね、AirPods がそうなんですけど、まあ、つけてても気にならない。そのまま話せちゃう。しかも、まあ、音質も、まあ、そこそこ以上にいいみたいなところがポイントだと思うので、この後、Nothing の音も聞いてもらって、まあ、皆さんもぜひチェックしてみてください。はい、マイクテスト。現在、Nothing Ear 2で、音声を録音しています。いかがでしょうか。さっきも言ったけどね、Nothing っていうぐらいの特徴なので、一日中つけてても気にならない。しかもそのまま仕事中電話することもできる。相手にも声が綺麗に届く。こんなコンセプトが、Ear 2の目指すところなんじゃないかなって、まあ、勝手には思いますので、そういった視点でもね、マイクの音声重要だと思うので、どうでしょうか。皆さんの耳でぜひ判断してみてください。ぜひコメントください。はい、今マイクテストしてみたやつ聞いてみたんですけど、まあ、個人的には、まあ、あんまり変わんないかなって思うんですけど、Nothing の方がノイズを細かくカットしていく、音がない時にこうノイズキャンセリングを、声の方のノイズキャンセリングをしていく作りにしてるなと。AirPods Pro の方がそこをスムーズに、こう、なだらかにこう調整して、こう、ノイズカット、また復活、カット復活じゃなくて、なだらかにはしてるなと。ただこれどっちがいいかちょっと好みだったりとか、ここの環境にもよると思うので、好みかなと。まあ、ここに関してはそんなにうるさくないから、どっちかというと AirPods Pro の方が音良さ、聞きやすく感じたんじゃないかなとは思うんですけど、まあまあでも、声が入っているところはそんなに変わらない品質かなというふうに感じました。デザイン、ノイズキャンセリング、音質、マイクって確認してきたんですけど、検証を進めるたびに、ちょっと気持ち悪さみたいなものを感じる僕がいました。で、途中でも言ったように、そもそも AirPods Pro 2と比較するのが結構酷な価格差なのかなということですね。そう思うと、もう一個別の角度から見ると、Nothing のブランディングってかなりうまくやってるよなということになると思います。
まだまだガジェット界隈の中でのみの話なんですけど、一気に認知度を広げてスケルトンみたいなこういう独自のブランドアイデンティティも獲得して、それでいて安売りはしてない印象があります。確かに今回性能を比較してみた感じで言うと、性能トップレベルの AirPods Pro 2にはかなわないんですけど、多分同価格帯で比べてある程度性能が同じなのであれば、ブランド力で勝てちゃったりするような、そういった世界観を作ろうとしている気がします。で、過去の例で言うとちょっと似てるなって思うのが、シャオミとかワンプラスとかが安いけど性能がいいみたいなポジションで受け入れられたケースな気がするんですけど、どっちも結局は利益を追求するフェーズに入るとプレミアム帯のプロダクトを出さなきゃいけなくなって、特徴が薄れていくっていうところがあったんですよね。ただ Nothing はそれとちょっと違う感じもしていて、まあちゃんとブランドを作ろうという感じに今のところは見えているので、これからどんな感じで進化していくのか注目していきたいなって思いました。例えば僕が、あ、Nothing ブランドを作ろうとしているなっていうふうに感じるのが、あのスマホの裏側に独自のライティングエフェクトを使って通知を表現するとか、あとイヤホンだとノイズキャンセリングをオンにした時に息を吸い込んで止めるようなこうサウンドエフェクトがあったりして、あとあの外音取り込みにするときはってなるんですよ。こういうね、なんかエフェクトっぽいところにすごいこだわりがあって、なんか音も視覚も含めてね、まあ、そういったちょっとしたところのでも結構こうじわじわっとくる部分ね、こういったところにこだわりが見えて面白いなと思います。で、少なくとも現時点では個人的にはアップルが好きで乗り換え先に選ぶブランドとして一つの候補であることは間違いなさそうかなと思っています。今後にも Nothing 注目していきたいと思ってます。ということで以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。ソーシャルメディアは Twitter、Instagram、ノートやってます。全部レオトガムで検索したら出てきますので、ぜひ探してみてください。以上です。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。